1番山下総君。では、私の質問をさせていただきたいと思います。私たちも残余期間残り1年となりまして、私も、議員の、職務に邁進していく所存を申し上げて質問に入らせていただきたいと思います。私の質問は2点あります。まず党内の教育水準向上と一貫校導入について、先般より党内の理科分野などの取り組みについて質問してまいりました。2020年の東京オリンピックの改正決定などスポーツ分野への注目は非常に高まっております。党内の社会インフラもスポーツ施設が非常に充実しております。一方本年度は三原中学校が3度目の日本学生科学賞中央審査進出を決め、その他都立八条高校や三原小学校でも各種科学賞の受賞が相次いでおります。これは当該の一流校とも互角以上に渡り合える資質を持った子どもたちが島に多いことを表すものです。これらを踏まえ以下の3点についてお伺いします。1、学習環境の充実。自習等を目的とした施設の提供はできませんか。2、児童生徒への支援。要支援、準要支援家庭が増えていることから家庭の事情で進学を諦めるケースが多くあります。また学習の機会、それと質とは全く別のものであり、優秀な児童生徒には環境によることなく質の高い学習を受けさせることが重要です。町として積極的に支援するための基金創設の考えはないか伺いたいと思います。3、小中一貫教育について、今後の八丈島の未来を担う子どもたちに高度な教育の機会を与えるために、小中一貫教育について基本的な考えがあればお伺いしたいと思います。実施の可否、時期等も明確にできるものがあればお示しいただきたいと思います。続きまして、八丈町の行政サービスの質についてお伺いします。これまで多くの議員から八丈町職員に対する資質向上について質問され、また多く議論要望がなされてきました。職員の対応は日に日に改善している実感があるものの、委託により行政サービスを行う施設では住民からの指摘が多く寄せられます。ここでは2つの例に分けてお伺いしたいと思います。1、町営施設で町職員と業務委託がある場合、町立病院に代表されますが職員と委託の民間業者があり、委託側が容易にその業務を監督できると推察される場合ですね。しかしながら受託者の対応に不備が多く、住民からの意見が多いのが現状です。誰のための施設で何のための行政サービスであり、どのように指導監督を行っていくのかお伺いしたいと思います。2、町の行政サービスと一体だが事業者が行う場合、ゴミ処理や、リサイクル事業が挙げられますが、委託受託の関係があるものは事業者に対し行政サービスの一環として行っているという意識があるのか、はなはだ疑問であります。また対応についてはどのように指導しているのかお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。教育課長。1番、山下総議員の、党内教育水準向上と、一貫校導入について、回答いたします。まず1つ目、学習環境の充実をということでございますけれども、現在、大加護中学校では月1回程度、休日に学校の教室を提供し、学習教室を実施し、学力の向上や学習の習慣化を図ってございます。生徒の約8割が参加し、自分で持ち込んだ問題集などで自習をし、わからない点などは教員の指導を仰いでおるというふうに聞いております。他の中学校2校については行ってございませんけれども、夏休みには
1週間ほど受講の教員や8校の先生を招いて補習等をですね行っているということでございます。小学校につきましては3校とも放課後子どもプランを実施しておりまして、なかなか子どもで小学校で実習というのはなかなか難しい面があると思うんですけれども、勉強をやりたい子ども主に宿題になると思うんですが、そういう宿題をやりたい子どもについてはエアコンの効いた部屋でですね勉強をですね行っている現状がございます。8校においては放課後や土日において午後6時まで1教室を自習室として開放しております。今後につきましては各学校の空き教室や末吉の児童生徒には旧末吉小学校が利用できないか学校等と相談してまいりますが、安全面等何かあった場合を考慮すると人員の配置などが今度の課題となります。2つ目の児童生徒への支援をということでございますけれども、町では優れた学生で経済的理由により大学専修学校への進学に困難がある方に対しまして奨学資金を貸与してございます。この制度は2000万円の奨学資金貸付基金を組み実施しているものでございます。金額的には1ヶ月あたり公立学校が3万8000円、私立学校が4万7000円となっており、25年3月31日の基金の残額は1223万1000円となってございます。奨学金を受給中の方、現在4名おります。返済をされている方は現在5名でございます。今後もこの制度をもっと PR し、一人でも優秀な学生の生活を支えていくように取り組んでまいります。3番目の質問については教育長に回答します。教育長。山下総議員の最初の質問の3番目の小中一貫教育についてお答えいたします。まず基本的な考えについてでございますが、最近小中一貫教育が全国的に広まっております。その背景には同じ義務教育でありながら中1ギャップが示すような段差の問題があって、相互の努力で解決しようとする動きが強まっているからです。子どもの成長の過程を考えれば、学力や学習習慣、基本的な生活習慣など多様な面において教育の連続性を高めれば、おのずと成果は生まれてくるものと思っております。八丈町においても児童生徒数が減少傾向にあります。この課題を解決できる、また八丈町なりの小中一貫教育はかなりの効果が期待できると考えております。八丈町ではこれまで八丈町基本構想の基本計画平成23年から27年前期計画でございます。その主要施策として学校間の連携教育の推進を図り、9年間を見通した小中学校の連携教育、保小中高の連携に取り組んでまいりました。その連携教育はかなり充実してきているものと思います。そこで教育委員会といたしましては、連携教育の実績をもとに26年度から一貫教育へと舵取りをしていきたいと思っております。八丈町は今年度から3ブロックの小中学校の編成になりましたので、坂上では施設一体型、坂下では施設の分離型の一貫教育が可能です。施設一体型は小中学校の先生が行き来しやすく、授業、交互授業が可能です。
施設分離型ではカリキュラムを一貫して教育を進めていって効果が上がると思います。今現在実施の可否、時期等については明確にできるものは教育委員会でございません。事務局といたしましては27年度末26、27、2年間かけまして全国の成果を上げている一貫校の視察等も行い、具体的な研究協議を進めて30年度までの実施を目途に具体的な計画の検討を進めてまいりたいと考えております。以上です。病院事務長。一番議員の行政サービスについての一つ目の質問にお答えいたします。町立八丈病院はご存知の通り患者さんイコール住民のための施設で病気や怪我の治療を目的としております。患者さんと接する主な委託業務は受付、会計受付、会計となっており民間の企業に委託しておりますのでクレームやトラブル等があった場合には病院が直接個人に指導監督を行うということではなくて受託業者に対して指導監督を行っております。病院としては受託業者が業務をしっかりと遂行できているかどうか見極め受託業者に対して指導をしておりますのでよろしくお願いいたします。住民課長。私の方からですね、大きい項目2点目の行政サービスについての2つ目を一番議員のご質問にお答えいたします。まず一般質問の内容を拝読した段階で現実に町民の方で不快な思いをされた方がいらっしゃるということが容易に想像できますのでこの場を借りて謝罪いたします。受託会社に対しましては行政機関の代理者として住民の方が不快な思いを受けないように言動態度、服装等は節を持って接することを機会あるごとに指導しておりましたが、一般質問をいただいた先月、改めて住民課職官の全受託会社に対し、その指導を実施したところでございます。町としましては、町民の方からの苦情が寄せられた場合、すぐに対象事業者に連絡を取り、その事実確認を行った上で、改善指導を行い、それでも改善が図られない場合、事業者に対しその担当者の配置該当の申し入れ等を行います。今後も行政機関の代理者たる受託会社を含め町としましても町民の方が不快な思いをしないように指導を徹底してまいります。一番山下総君。はい、それでは回答を受けまして再質問をさせていただきたいと思います。まず教育の部分ですが教育課長からお答えのありました、学習環境の充実という部分では、小学校では、放課後子どもプラン、おそらくガジュマルのことですよね、それから王中では週に1回、8割の子どもが参加している、で8校では、6時までであるということです。まず、ここの部分ですけれども、8校6時というのが、まあ、これはね、町の施設ではありませんので、いうことではないかもしれないんですけれども、やはり八校の場合は定時制があるので6時まで、この6時というのはそういう根拠だということを子どもたちから聞いております。それ以上に勉強したいので場所が欲しいということなんですね。で、町にはですね、公立の図書館もあります。非常に勉強するには、環境としてはいい場所だと思うんですけれども、ここをですね、時間を少し延長できないかとか、そういった要望もあるのは確かです。そこをですね、検討いただけないかということでもう一度お伺いしたいと思います。それから、基金については奨学金というのがあるのは存じております。それでもまあ執行自体はそんなに多くないと思うんですね。これももっと利用しやすくなるような形でですね、充実させていただきたいと思います。小中一貫教育につきましては、教育長からとてもいいお話、まあ、今答えられることはないとおっしゃいましたが、おおむね、まあ、来年度から、ね、検討を始めて30年度の実施を目指すということで非常に大きな、お話を伺ったと私は理解しました。
私、なぜこれを聞くかといいますと、国の中央教育審議会の教育制度分科会がですね、先月の27日、地方教育行政の最終権限を教育委員会から自治体の長に移行し、自治体の長を執行機関とする旨の答申が、の素案が示されました。これはですね、自治体の長、ここでは町長ですね、町長を執行機関と位置づけたほか、町長が任命する教育長を事務執行の責任者、これは補助機関としてですね、教育委員会は、町長の下で教育方針などを審議、勧告する組織と、特別な補助機関という方向性が示されました。教育長にね、これ、再度お伺いしますが、従前から教育委員会不要論というものがあります。これに発展しばしないかということが言って、で今の、一貫教育に対して教育長が、お答えになりました方針を示してリーダーシップを取っていくということで、教育委員会は必要だよということをですね、示していく、狙いにつなげていけないか、お伺いしたいと思います。はい、じゃあそちらの方はそれでおいてですね、で行政サービスの点ですけれども、まず1の部分ですね、病院の事務長から、ご回答いただきましたが、しっかりと指導しておりますということですが、まあ、それにしては何ですかね、苦情が多いんじゃないでしょうか。まあ、それは、ね、非常によく聞くんですよ。住民から一番聞くのは病院 の対応ですね。でこれに関してはちょっと今日はこれ以上は言いません。というのはまだまだ問題があると思うので、これですね、今回問題提起だけさせていただきまして、次回に申し越したいと思います。それから、行政サービスごみ処理等ですね、行政サービスを行う民間業者の件ですけれども、まあ、そのほかにもですね、住民課所管だけでなくて、ほかにもいくつかありますね。そういうところも含めて、きちんと見直し、指導、それからこれは行政サービスなんだということを、しっかりと、伝えて、指導していただければと思います。ここは要望にいたします。お答えがいただきたいのは教育長の方からだけですので、よろしくお願いします。教育長、再質問にお答えいたします。まず教育委員会がこれからどうなるかということは、国、またこれから東京都、町、これからの施策の問題もありますので、今現在やはりレーマンコントロール、やはりどうしてもその政治の問題と教育の問題、バランスのこととかね、いろいろございますので、今の現状の私視野になりますけど、現状のままでその中で解決すべき課題というのは、だからその責任の取り方とか、そういう教育庁のその権限のあり方とか、またはそういう中で、課題を解決できるようなね、そういう方向にあるんではないかなって思っておりますが、またこれからの施策の流れでね、どういうような補助機関になるのか、それはまだ私の方から今は申し上げられないなと思います。八丈町の教育委員会といたしましては、いろいろ問題に全国でもなっております区議長の意見をね、ちゃんと組み入れた教育行政になっておるのかという、そういう問題もありますが、基本構想、基本計画、町が策定した、それによって進めていけば、町長が考えるようなそういう方向と大きくぶれることはないと信じておりますので、これからもそのような八条町の教育行政は教育長としては進めてまいりたいと思っております。以上です。はい、1番山下総君。はい、すみません、ちょっと今教育長からだけね、ご回答いただきたいと言ったんですけれども、先の学習環境の面でですね、図書館が町の図書館もちょっと延長できないかというところもね、お答えいただきたかったと思います。そしてちょっと町長に伺いたいんですけれども、今後の方針として、やはり教育庁補助機関となる、そして教育の方針は、町長の意見主義というものがですね、反映されていくというようなものが示されているんですけれども、この辺ですね、町長はこの島の教育について、今後ですね、権限が移ってきたときに、
どのように自分のですね考えをね反映させていくかお答えできることがあれば伺いたいと思います。よろしくお願いします。これで最後になります。山下町長。教育委員会の方で、図書館の利用について、回答しませんでしたので、いろいろ先ほど教育課長が申し上げましたようにやっぱり監督といいますかそういう部分でですね、どの程度の人が扱えるかという部分もございますけれどもそういう部分で一つの例としてね図書館が利用できればいいのかなという考えを持ってますのでよろしくお願いします。それと、教育委員会の権限の問題ですけど私は基本的には教育の部分はですね独立すべきだと考えております。ただ、町の意見がどこまで通るかという部分でですね、八丈町の場合はですね特に予算編成なども教育委員会は本当は独立しているわけですけれども予算編成等についても今現在町が指導して予算編成している部分もございますのでそういう部分についてはですねこう権限が移ってきてもですけれども基本的にはやっぱり教育委員会っていうのは独立した部分がですね私は、いいのかなと国の制度とはちょっと逆行しますけれどもあんまり、首長が教育の部分まで口出しするとですねそういう部分は私は基本に考えてますのでよろしくお願いいたします。